コリントス地境周辺地図コリントス運河は、ギリシャのコリントス郊外にある運河。ペロポネソス半島の根元にあるコリントス地境に開作されたもので、英ゲ海とコリンティアコス湾を結び、1893年に、春工、教養開始。全長6343メートル。大きな特徴として、肛門がなく、海と水位が一定であることと、 両端部に架かる橋が、高海峡であることが挙げられる。運河の水面からの眺めコリントス運河に架かるイスミアバシコリントス運河は、肛門を持たない水位が一定の運河で、コリントス地峡の丘を一直線に縦断して、掘られている。運河の幅は、水面部で24.6メートル、家庭部で21メートル、深さは8メートル。コリントス地峡の丘は、 高いところでは、標高約79メートルほどである。丘の区間では、両側に高く切り立った崖が迫る細い水路を船が通過する光景が見られる。運河の途中に、鉄道橋と道路橋がかかっている。鉄道橋は、長さ約33メートルほどの鉄橋で、標高60メートルのところに開口部が設けられ、桁下は52メートルとなっている。また、 運河の両端部にそれぞれ航海橋があり、観光名所となっている。この運河の開通で、従来のペロポネソス半島を、西から半時計回りに大きく迂回するルートに比べて、航路が4 0 0ルあ余り短縮された。しかし、川幅が狭いため大型貨物船の通行はできない。大きな船は、タグボートに栄光されて、運河を通る。年間1万千隻。 一日に換算すると、約30隻の船がこの運河を往来するが、そのほとんどは観光用の船である。運河を通行中の船舶コリントス地境に運河を掘る考えはかなり古くからあり、古代ギリシア時代、紀元前7世紀末頃のコリントスの統治者、ペリアンドロスも、その一人だった。その後も、幾度か、運河改作の構想が起こっていた。 紀元前三世紀頃、マケドニア王デメトリオス一世ポリオルケテスが建設を試み挫折している。古代ローマ時代にもカエサルやカリグラテも関心を持った。ネロ帝の時代になると、実際に大規模な改作が試みられた。67年に、ネロ帝は6000人の奴隷を動員して、運河の改作を行い、3 3トル余りを掘ったが、途中。 ローマでガルバラの反乱が起こりネロは自殺。彼の死後、定位についたガルバテイによって工事は中断された。ネロの時代に計画された運河は現在のコリントス運河があるルートと同じところにあり、古代ローマの土木建設技術の高さがうかがわれる。時代が下って1869年にエジプトでスエズ運河が開通するとこれに触発されて、 ギリシアでもコリントス運河建設の機運が高まった。1869年に運河建設のための法律が整備され、フランスと工事を契約した。その後、しばらく工事が行われないまま時間が過ぎたが、1881年にハンガリーのステファンティアラに事業が引き継がれ、1882年4月に本格的に工事が始まった。 途中、出資元のフランスの企業が倒産する裁判も起こったが、ギリシアの会社に引き継がれて、工事は継続され、1893年に完成に、こぎつけ、同年7月25日に開通式が行われた。コリントス地境の岩盤は脆いため岩盤が崩落することもあり、大規模な崩落の復旧のため運河が長い間、閉鎖されることもあった。また、 第二次世界大戦中には、ドイツ軍が運河を利用するのを阻止するため、1944年には、ギリシャ側が意図的に運河を破壊した。この復旧には5年かかった。メディアを再生する2019年8月11日、イストミアブリッジタイムラプス。ありがとうございます。